鳥居忠義役をやっております、磯山田です。お越しいただけるんではないかと、そのように考えております。ですからこれ日本の物語であり徳川家の物語でもあるんですけれども、私本日の司会を務めさせていただきます田野綾子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに主催者を代表いたしまして岡崎市長中根康弘よりご挨拶申し上げます。はい、皆さんおはようございます。徳川家康公生誕地、そして家康公の愛した八丁味噌、そして江戸のふるさと岡崎市長の中根康弘でございます。今日はようこそ大河ドラマ館のオープニングセレモニーにお越しをいただきました。心から歓迎を申し上げます。徳川家第19代ご当主徳川家広公、この家康館ですね、名誉館長ということに、ご就任をいただきました。岡崎市はこの大河ドラマの年に怒涛のスタートを切らせていただきました。続きまして、大変お忙しい中ご臨席賜りましたご来賓の方々よりご祝辞を頂戴したいと思います。はじめに岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会顧問であり、先日三河武士の館家康館の名誉館長となられました徳川宗家第19代当主徳川家広様よりご祝辞を頂戴いたします。徳川様よろしくお願いいたします。会場の皆様こんにちは、はい、ただいまご紹介に預かりました徳川でございます。私も実は先週の、パブリックビューイングでこちらにお邪魔しておりましてですね、楽しく、騒いでいる三河武士団の面々を見て、まあ、この人死んじゃうんだよなと思ってちょっと涙ぐんだりしておりましたが、これ平家物語の最初でもう問題があったんですけれど、私は岡崎のですね、大河の中の岡崎のあまりの貧しさに腰を抜かしまして、鎧を買うお金もないのだこの人たちは。しかし皆さん、ご心配なくと、これですね、学園ドラマというお話が今ございましたけれども、家康公が偉くなるとともに三河武士団がどんどん出世していくお話でもございまして、それとともに岡崎も良くなっていく、そして何より日本が良くなっていくと。江戸時代の平和、いろいろ理由はあるんですけれども、最大の理由、なぜ平和が続いたかと申しますと、それは三河武士団の結束力があったからでございます。おかげでですね、今世界で日本人と言いますと、日本人のイメージって何かというと、自己アピールが下手だけれども誠実、そして勤勉、仕事はきっちりやるって、これ三河人の必須なんですよ。江戸時代を通じて日本は平和になり、そして日本全体が三河となった、そういうことでございます。その非常に長い歴史の始まりが今大河ドラマで日本中に、日本中の皆様に見ていただける、そして、非常に面白く拝見いたしまして、これですね、大河ドラマとしては本当に珍しく、世界中で日本のこと全然知らない方こそお楽しみいただけるんではないかと、そのように考えております。ですからこれ日本の物語であり徳川家の物語でもあるんですけれども、三河岡崎の物語、それが世界の人たちの心をこれから動かしていくのだ、それの第一歩として、こちらではこのドラマ館のオープニングがある、そういう一日であり、またそういう大河ドラマである、そのようにお考えいただければよいかと思います。そして皆様のお力が合わさって、このようにお身柄にも恵まれまして、大変幸先のようオープニングとなりました。本当に皆様おめでとうございます。ありがとうございました。
愛知県知事の大村秀明です。なかなか忙しい状況ですが外してこちらにやってまいりました。どうする家康、舞台は愛知。これ舞台は愛知っていうのは私は勝手につけてるんですけどもうまさに1回目も2回目もね延々と、愛知県のいろんな地名がね桶狭間から小高城からまた岡ご紹介いただきました経済産業大臣政務官また参議院議員をさせていただいております里見隆二でございます。岡崎がどう発展をしていくのか、そして藁をかぶった三河武士団がどう成長。総局長の白野と申します。本日は、大河ドラマ館、このようにですね行うことができまして、本当に嬉しく思っております。どうする家康ですけれどもすでに2回放送しております。でそして、東海地区それ特に、愛知ではですね非常に大きな反響をいただいております。ドラマ館オープン、おめでとうございます。本当に、鳥居忠義役をやっております、伊勢和田です。地下に降りると、歴史的なことも学べてまたドラマに戻ってという。さあそれではただいまよりテープカットを取り行います。お名前をお呼びいたしますので所定の位置までお進みくださいますようお願いをいたします。岡崎市長中根康弘、鳥居忠義役一世尾形様、愛知県知事大村秀明様、徳川宗家第19代当主徳川家広様、それでは私がお願いしますと申しましたらテープカットをお願いいたします。お願いします。お進みいただきますのでどうぞしばらくお待ちくださいませ。